おお、荒くれ。ヒック。テンションが高ければ普通の攻撃だって呪文だって強力になるんだ。大事ですね。大事なことをおっしゃってくれてますね。ほうか。テンションゲーですからね。アテンションプリーズですよ、本当に。ルイネロといえば、名の通った占い師じゃったのに。はて待てよ。どっかにいるぞ。あのおっちゃんそうだな。あのおっちゃん多分ルイネロさんだな。エイトのバニーさんめっちゃ可愛くなってるよね。なんかビッチ臭するな、でも。ビッチ臭とかあんま実況で言わない方がいいか。ルイネロさん、もうやめにしないかい？悪いけど、こっちも商売なんだ。あんたの当たらない占いなんか、一杯の酒代にもなりゃしないよ。なんだと？わしの占いが当たらないだと？もともと占いなど、当たらなくて当たり前なんだ。わしが先日の火事を占いで予見し止めたとしよう。しかしそれが何になる？そのことが次の災いの種になるかもしれんのだ。ルイネロさん、言ってる意味がわからないよ。もし火事が分かっていたら、少なくともマスターライラスを救えたのじゃないのかい？ライラスか。あの老人とはよく喧嘩をしたものだ。まさか死ぬとはな。重大な事実をここで聞きましたね。もっと詳しく。なんだ、わしに何か言おう。ん？お前さ、大変だ！怪物が、町の中に怪物が入り込んで。なんだと？とにかく来てくれないか。セントフラグが立ったね。じゃあ参りますか。ここは主人公の出番だな。ヤンガス行くでヤンス。行くでヤンスだとヤベくんになっちゃうな。行くでゲス。ゲスゲス。どっから降りるんだっけ？これか。このトラペッタでもあったっけ？降りれないんですけど。おーい。俺が行かなくてどうするよ。主人公だぞ。あ、行けた行けた。わざわざ遠回りさせなくてもいいじゃないですか。言うて技も防具も揃ってないからな。ありゃ痛い。こりゃ大変だ。兄貴、走るでですよ。兄貴。そっか、そういうことか。今わかった。ああ、こっちを見たぞ。いやー、なんておぞましい顔だの。出て行け、化け物はこの町から出て行け。人間の醜い部分が見えた瞬間だったな。化け物は出て行け！ドラクエのいいところは考えさせてくれるとこだよね。やれやれ、ひどい目にあったわい。一体わしを誰だと思っているのじゃ。人を見た目だけで判断するとは情けないの。人は外見ではないというに。教訓にもなることを言ってくれるよね。まったくその通りだ。でもね、残念なことにね、この世は残酷で美しい。いや、この世はただ残酷でね、人は多分8割から9割方
見た目にまず左右されるんですよ。こんなこと、夢のないこと言いたくないけどね。そうなんですよ、残念だけど。時にマスターライラスじゃが見つけることができたかの。いや、あ、だだだ。すでに亡くなっていたじゃと。オッケーオッケー。うん、あれあれ。亡くなってしまったものは仕方がないの。もともと我らが追っているのはわしと姫をこのような姿に変えた憎きドルマゲスじゃ。なんでライラスさんを探してたんだっけ。マスターライラスに聞けば、あいつのことが何かわかるやもしれぬとそう思ったのじゃが。そっかそっか。ドルマゲスの行方はわしらが自力で探すしかないようじゃな。では行くとするか。ライラスがいない今こんな町に長居は無用じゃ。お待ちください、お待ちください。実はあなた方にお願いがあってこうして駆けつけてきました。お嬢さん、あんたこのわしを見ても怖くないのかね。夢を見ました。人でも魔物でもないものがやがてこの町を訪れる。そのものがそなたの願いを叶えるであろう。人でも魔物でもない、それはわしのことか。まあよいわ。見れば我が娘ミーティアと同じような年頃、そなたわしらのことを夢に見たと申すか。よくわからぬ話じゃが。あ、申し遅れました。私は占い師ルイネロの娘ユリマです。どうか私の家に来てくれませんか。詳しい話はそこで。町の奥の井戸の前が私の家です。待ってますからきっと来てくださいね。なんでですかあの娘っ子は。井戸の前が私の家ったって。えらい、このわしを見ても怖がらぬとは。さすが我が娘ミーティアと同じ年頃じゃ。年は関係ねえだろ。一つあの娘のために人肌脱いでやろうではないか。よし、町の奥の井戸の家じゃったな。お前行って話を聞いてまいれ。はーい。ん、わしか。わしと姫はここで待っておるよ。また騒がれても厄介でな。でもやっぱり本当にすごい占い師の娘なだけあって、予知夢ってやつなんでしょうね。見れる人なんですね。いや、来るわ。私ったら、うたた寝なんかしててごめんなさい。実は、頼みというのは、この水晶玉のことなんです。で、もしかして、話が急すぎましたか？もっと頭から話した方がいいですか？わかってるから家にするんだけど、うん。まあ、いいか。家にしても話はわかると思うから。続けます。かつて、私の父、ルイネロは、ものすごく高名な占い師でした。どんな探し物も尋ね人もルイネロには分からぬことはないと。しかしある日を境にその占いは全く当たらなくなってしまったのです。多分それはこの水晶がただのガラス玉に。そういうことです。はい。何を話しているんだユリマ。その水晶玉に触るなとあれほど何度も。ん？あんたは確か酒場で会った人だな。わしは別に困っていない。娘に何を頼まれたかは知らんが、余計なお世話だぞ。さて、わしはもう寝る。ユリマ、客人には早々にお引き取り願うんだぞ。ごめんなさい、あんな父で。でも、あんなこと言っても、占いが当たらなくなって、一番悩んでいるのは、父本人だと思います。だから、お願いです。父本来の力が発揮できるほどの、大きな水晶を見つけてきてくれませんか？え？引き受けてくれるんですか？やっぱり夢のお告げ通りだわ。そのお告げによると、町の南、大きな
像が眠っているそうです。こんなことがわかるなんて、私はやっぱり偉大なるルイネロの娘ですよね。ということでですね、この町の南の洞窟に行くことになったわけなんですけれども、こんなに親族のためを思って、いやというか父を思う娘、なんか制作者側の意図が見える気がするな。きっとパパさんとか結構こういう制作に関わってると思うから、なんか意図を感じるな、思わず。ちょうど娘さんから遠のけられるくらいの娘さんを持っているパパさんたちが制作に携わってそうな匂いがプンプンしますが、まあそこら辺は突っ込まずに置いてですね。話を進めてまいりましょう。じゃあ街の南、とりあえず武器なんとかしたいんで、まあ一旦裏でいろいろと、モンスター倒してゴールド集めて武器防具揃えます。では、とりあえず話の流れ的に今回はここで終了ということで、行きましょう。ではではでは、ご視聴ありがとうございました。次回、街の南進んでいく形になります。うん、なんと親孝行な娘じゃ。しかも、ルイネロというものが本来の力を発揮すれば、見つからぬものはないそうじゃな。これぞ、一石二鳥というわけじゃ。うまくすれば、憎きドルマゲスの居所がわかるやもしれんぞ。しかし、今夜はもう遅い。わしと姫はもうこりごりじゃから、今後は町には入らんことにしたが、お主らは宿屋に泊まり、明日への英気を養うがよいじゃろう。明日の朝、滝の洞窟とやらに出発だぞい。トロデさんもね、一国の王なんですけどね、やっぱり器がでかいというか、いうことが。お、金のスライム。あ、トランペッタの BGM 懐かしい。あ、トランペッタじゃねえ、トラペッタだ。この BGM 夏いなぁ。4年ぶりに聞くわけなんだけれども。やっぱ、なんか心躍るよな、ドラクエの BGM って。はい、じゃあ、終わるって言ってから、ちょびちょびと時間かかっちゃいましたが、とりあえず一旦ここで終了したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。